どうもアリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は無限の塔の方に行きたいと思います。69回の方にチャレンジしたいと思います。編成はいつもと一緒ですね。それでは行ってみたいと思います。やることは分かってる。やれるかどうかは分かんないけど。まず、はい、竜巻切りが来たら避ける。で、ぐるぐる回ってるんで、それが終わったら殴りに行く。で、なんか、このいっぱい攻撃来るんで、これをかわしてって、精霊をまず一体倒そうか。精霊が一体すぐ湧くんで、これを倒して、OK、倒したらまたアーロン。おっと、ペット使おう。なんか、ダメージが痛い。さあ、竜巻切り切った、逃げる。あー、やばい。危ない、危ない。また、当たりに行っちゃった。さあ、精霊はどこだ？精霊が近いかな？精霊が近いかな？ちょっと行こうか、精霊。精霊2匹目行こうか、一応。いや、もう1体も倒そう、もう。もう1体も倒しとこう。OK。これで、もう一回アーロンに行こう。さあ、残り 44%。さあ、来た。これ、避けて、時間的にはまだ1分40秒ある。さあ、残り 41%。精霊はどこだ？精霊いるか？近くに。残り 34%。狂気の獅子と裏に回って、あ、これはいけそうだ。精霊がどこにいるか分かんないけど、残り10、このまま押し切ろうか、もう。残り 10%、9%。あ、これは、あ、精霊近いな。精霊近いけど、もうこのまま押し切ろう、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 押し切らない方がいいか、これやばいな。あー、危ない、危ない、危ない、いけ、お、危ない。危ない。いやー、でも一発でクリアできたな。おー。ちょっと最後やっぱ精霊倒しといた方が良かったかもしれないけど、なんとかいけましたね。というわけで残すはあと70回なんですけど、そうですね、ちょっと時間かかっちゃうといけないんで、70回は次回に持ち越したいと思います。で、今日はチケットをもらった分を回して終わりたいと思います。自分の運命が気になりますか？単発で、ヘイ、単発だけ回しちゃいたいと思います。なんかいいの出ちゃえ、いいの出ちゃえ。お、お、あー、昇格しちゃったりしないかな？しないね、スキップ。あ、ちょっといいやつ。でもいらないよね、もう伝説以外は。じゃあペット召喚の方。まあ、全然出ないペット召喚。行きましょうか。はい。もう期待はしていない。期待はしていないぞ。昇格とかあんのか？昇格とか。昇格とかない。アイスゴブリン。はい。じゃあペットじゃない、いや、キャラ召喚が5、6枚もらってたんで、どうしようかな、これ。アキラもいらないしな。やっぱ船員狙いで単発回しちゃいます。へい。1回目。青いな。昇格ない。スキップですね。あと5枚回します。来い。さあ、単発で、単発の奇跡、久々に単発の奇跡、青い。へい、昇格なし、スキップ。あと4枚。さあ、来い来い来い、赤くなれ赤くなれ赤くなれ、青い。スキップ、スキップじゃねえよ、昇格、スキップ。あと3、
3枚、あと3枚。さあ、来い。せめて赤く。あ、せめて赤くじゃねえな。黄色く、せめて黄色だな。おい。スキップ。あと2。来い。さあ、お願い。来ない。来い、来い、来い、来い。青い。昇格はない。スキップ。じゃあ、ラスト1枚。来い。あー、多い。昇格はない。スキップだこりゃ。ギラハン、いや、ほんとペット召喚で伝説ペット欲しいな。ま、というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。どうも、アリスキテラーです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は無限の塔の、ついに70回の方にチャレンジしたいと思います。編成はもう65回ぐらいから一緒ですね。ずっと報酬も美味しいので、クリア目指していってみたいと思います。スタート。入場券使います。さあ、竜巻切りをまず避けて、で、ぐるぐる回ってるのが終わったら殴りに行く。で、この攻撃が来たら避けて、で、精霊が湧くんで、湧いたら、ロックオン。おっと、どこだ？精霊どこだ？ちょっと待って、精霊どこ？精霊どこ？オッケー、倒した。いや、これどうしよう。アーロン行くか、とりあえず。あ、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。もう精霊到達してんの？あ、そうか、ここでやったからか。しまった。うわ。そうか。リトライですね、これも。なるほど。向こうから湧いたら、まずいな。じゃあ、2戦目ですね。2戦目いきます。そうか。やっぱアーロンの近くにいるやつから倒さないといけないわ。まず竜巻切りを避ける。で、ぐるぐる回ってるのが終わったら、殴りに行って。さあ、精霊はどこが最初に湧くかな？これ避けて、おっと、まだある。まだついてるな。よし、殴ろう。精霊はどこだ？精霊は、一番近いとこから行けばいいのかな、これ。どこだ？どこだ？精霊はどこだ？精霊はどこだ？竜巻切りした。竜巻切りした。精霊はどこにいる？どこが近いんだ、これ。いや、こっちの方が近くねえか？オッケー。いや、これどうしよう。もう一体倒しとくか。もう一体も倒しとこう。安全牌でもう一体倒しといて、これで、カリンが狙われなければいけそうだ。これ誰も入ってないよね。誰も入ってない。あ、竜巻切り来た。逃げる。湧いてない、湧いてない。おっと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 。危ない。ペット使います。じゃ、後ろだ、後ろ。精霊どこ？精霊どこ？精霊倒しに行こうか。こっちか。一体倒して残り 31%。 あ、このまま押し切れるか。このまま押し切れそうだな。もう、いや、精霊が近いな。精霊近い。あ、ちょやべやべ、これやべ、これやべえな。やばいやばい。あーっと、やばい。
レイチェル、レイチェル先生、レイチェル先生、もうちょっと頑張って、頑張って、頑張って、あと少し、あと少し、そのまま、レイチェル、あー、いやー、今押し切った方が良かったな。いやー、もう無視して押し切るべきだったか。でももういけそうだ。あとちょっとだった。3戦目。東進アーロン。今日でお前ともおさらばだ。ぐるぐる回ってるの終わったら殴りに行く。この精霊が湧くポイントがあれだな。ここに湧いてくれると一番嬉しい。外れか、外れかな。ここに湧いてくれると嬉しいけど、あ、ここには湧いてないな。遠くに湧いたか。どこが近いかな、精霊さんは。おっと、2体目湧いたな。これは こっちか、こっちか。どこだ、どこだ。精霊2体目はどこだ。とりあえず精霊を倒しに行こう。2体湧いてるんで、それを、あ、3体湧いてる。時間的には余裕があるはずなんで、精霊を先に、あっとっとっと、カリンが危ない。カリンが危ない。おお、危ない危ない。こんな近くにいたか。よし、残り 51%。今度こそいけるでしょう。あ、またなんか、あっと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 、あ、ちょっとこれやべえ、これやべえ、危ね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 え。どこ？湧いてるな、湧いてる、湧いてる、湧いてる。倒しに行こう、先に。精霊を倒しに行こう。残り1分30秒あるから、落ち着いていこう、落ち着いて。いや、もう一体倒そう、もう。あ、ちょっと待って、カリンが入ってる。もう一体倒しに行こう。時間的には余裕がある、時間的には余裕がある。いや、もう一個も行こうか、もう。残り1分はある。あ、レイチェル撃っちゃったか、これ。竜巻切りしてんな。オッケー。いや、ぐるぐる回ってるかな？大丈夫か？あ、ペットつか、あー、カリンが落とされた。やばい、しまった。見てなかった。いや、もうこれは押すしかないな。これはもう行くしかない。このまま行くしかないけど、ちょっと待って、これは避けないとまずいな。うーわ、しくったな、今。ちょっとこれ、狭い狭い。あーっと、危ない。いけるか？あと 21%。いけるか？ 20%、17%。いけるいける。頑張ればいける。いや、いけるな、これいける、いけるか、あ、竜巻切り、竜巻切り、ちょっと逃げてー。精霊、あー、ちょっと精霊が近い、精霊が近い、精霊が近い、やば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 い、いける、いけ、いけ、いけ、残り 8%、いけ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 たー。いけたー。めちゃくちゃ、安定してなかったけど、70回やっとクリアできたな。おーっと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 、スキップしますね、これは。報酬おいしい、1100ルビーと、伝説プラス防具召喚券。じゃあせっかくなんで、召喚券の方を回して、終わりたいと思います。召喚券はメールに入ってるか。伝説プラス召喚券、さあ受け取ります。さあ何、まあ何が出ても、あ、輝くリザードリアの外皮、あー、ニュー、新しい、ありがとうございます。バフがつくんで、図鑑が埋まると。というわけで、無限の塔70回無事クリアすることができました。また追加で実装されたらチャレンジしていきたいと思います。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。